早食いは時間の無駄。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。忙しいサラリーマンの方、昼休みまあ1時間だとすると、会食でね、外にどっかご飯を食べに行こうとしたら、行って帰ってくるだけの時間もありますから、かなり時間がないということで、パッと入ってですね、5分10分でパパパパッと、まあ、牛丼みたいなのも食べたり、あるいはラーメンみたいなのもさささっと食べて済ますという方が多いと思うんですけども、10分でご飯食べればですね、残り50分を活用できるということで、結構いい時間術じゃないかというふうに思うかもしれませんけども、早食いっていうのは、私はこれはちょっとかなりマイナスの時間の使い方ではないかというふうに思うんですね。まずですね、早食いの良くないところはですね、太るということですね。なぜ早食いが太るのかっていうと、皆さんあまり知らない人が多いんですけど、太るか太らないかっていうのはカロリー数ではないんですね。インシュリンの上昇なのですね。インシュリンの上昇というのは何かというと、急に血糖が上がるとですね、大量のインシュリンがドカーンと出るわけですね。インシュリンっていうのは血糖を脂肪に置き換える命令を出しますので、インシュリンがたくさん出ると脂肪がつきやすくなるということです。ですから同じものを食べても、ゆっくり食べた場合と早く食べた場合は、早く食べた方が圧倒的に太りやすいということがあるわけですね。だからゆっくり食べるだけでダイエットになるわけです。そこが一つとですね、もう一つがセロトニンという脳内物質があります。これはリラクゼーションの脳内物質ですね。このセロトニンというのはですね、太陽の光を浴びたりですね、あるいは歩いたり運動したりすることによって出るんですけど、もう一つですね、咀嚼、噛むということで、ご飯をよく噛んで食べることによってですね、セロトニンという物質が活性化します。セロトニンが活性化するとどうなるかっていうと、セロトニンというのは、例えば森林浴をしている時とかですね、あるいはこの座禅をしているような時に出ている物質です。つまり気分が結構安らいだりですね、あるいはセロトニンが出ることによって集中力が高まったりするという物質ですから、これが仕事をしていると疲れてですね、どんどん弱まってくるわけですね。ですからよく噛んでご飯を食べることによってセロトニンが分泌されてですね、午後からの仕事をさらに頑張るぞっていう意欲も出てくると。セロトニンが下がった状態ではうつ病ですからね。だからセロトニンをアップさせると、そういう気分が良くなり、意欲も出てくるということにつながるので、ゆっくりご飯を食べた方が午後の仕事がさらにはかどるための、単なるカロリーのエネルギーのチャージでなくて、そういう精神物質のチャージという意味でもランチというのはですね、意味があるのです。私はですね、ほぼ毎日ランチは外で食べに行くんですけど、それは行って帰ってくる間のこの気分転換っていうのもあるんですね。やっぱりね、こう少し歩いてですね、太陽の光を浴びながら外を歩いて、歩くということもさっき言ったセロトニンの活性化につながりますし、太陽の光を浴びるのもセロトニンの活性化につながりますから、ずっと会社の中で蛍光灯の下で仕事を一生懸命するとですね、そういうセロトニンや脳内物質の消耗が激しいわけですね。疲れやすいんですね。だからせめて昼休みの間ぐらいですね、気分転換に少し外を歩く、そしてゆっくりご飯を食べる。それによってですね、さらに午後の集中力が高まり、午後の仕事効率がアップして、疲れた状態でいうと、例えば50の仕事しかできないところを、今言ったように昼休みにしっかりとチャージすればですね、60、70の仕事をこなせるかもしれませんね。そうすると 20%、30% より多くの仕事がこなせるし、場合によってはそれは仕事が早く終わって早く帰れる可能性も出てきますので、早食いっていうことで普通20分かかるところを10分で食べてですね、10分間節約したと思ってるかもしれませんけど、中途半端な回復力ではですね、むしろ損している。集中力をしっかり回復して、午後からの仕事効率をアップした方がですね、絶対時間の得なのです。ということで、早食いは時間の無駄。ゆっくりご飯を食べて、しっかりとリフレッシュして、午後の仕事を頑張りましょう。15万部のベストセラー、読んだら忘れない読書術の第2弾、1月6日発売の覚えない記憶術、これがついに発売になります。覚えない記憶術って、まあ、タイトルがすごいんですけども、覚えなくても記憶できるのかと思ったと思うんですけど、これができるんですね。インプットとアウトプット法を工夫し、脳科学的に正しい記憶術、これを身につけることによって、今までのようにハチマキを締めてですね、必死になってですね、暗記しなくても脳にスッと入ってくる、そんな楽なですね、記憶術を紹介しております。発売1月6日ですが、この本の初めにと第1章を合わせた46ページ分を無料で公開します。無料版ですね。この動画の説明欄のところにダウンロード URL が書かれておりますので、今すぐダウンロードして読んでみてください。第1章だけでもですね、かなり読み応えがありますよ。